最新の GTR くれ。え？日産イズゴーン。嘘つけ、どこに隠した？レバノンか？違うんだ、お前にはまだ早い。何が早いって？お前まだ32歳だろ。R35 に達してねえんだよ。もっと吹かせ。じゃあ R32 くれ。毎度に。これをエンジンに入れるとニートロ使ったみたいに速くなる。入れ方は？なもんぼんべことやろう。おい、後頭部化石祭野郎がいるぞ。髪の毛で増えたシア十分をエアロでカバー。なおみさアイドリング中か？嵐山を見ろ。さっぱりしてるだろう？空気力学に基づいて。ヒゲ以外はな。そいつはモテになった。よし、顎周りの軽量化は急務としよう。あんたのが一枚上手だってな。二枚舌が取り柄だったんだが。二枚目が取り柄です。スタートラッシュが F1 並みだ。ドラッグレース出てみるか。アクセル踏んだら、戻さなくていい。上級ルールだな。やめとけ。ドラッグレース。またの名を。Aレース。P の意味ねえな。あとドラッグの意味ちげえよ。1位でゴールを決めたやつには、罰金を課す。ガチのドラッグレースか。このハゲ親父は服役中でレースに出られん。じゃあなんでここにいるんだよ。クラブでもらった HDMI をカーナビに決めてやがった。何を見てたと思う？マトリックスだ。俺は走らねえ。クラッシュしたくない。鏡見てみ。もうクラッシュしてるぜ。奴のハートがクラッシュしちまう。ところでググレカスってなんだ？クラッチの意味を聞いたらググレカスと言われて。ググレカス。ググレカス。お前賞金持ってろ。チキンは持ち抜けできないからな。チキンってお前。彼はビーフ派だぞ。俺無免だけどグラセフしてるから運転は慣れてる。免許証も買ってきた。誰か蓋を押さえたら、こんなにたくさん積んで走れるのか？あれ？エンジンが見当たらん。もしあれだったら解体してみるか。おい、誰かドライバー持ってるか？あ、いや、いい、わかった。この車あれだ。ターボで走るタイプだ。エンジンは、ねえ、ガソリン側の中洲にターボが置いてある。今時はエンジンいらないのか。しかも2つある。素人はターボツインと呼ぶが本当の名は、ターボ SLI ニウェイ。そうだろう？うん。今から俺は、ブリュースミサイルになる。いや、そんなのダメだ。教習者並みに慎重に行こう。お、なんだこのボタンは。どれどれ。あ、ETC カードが出ちゃった。ん？これはなんだ？ああ、今週の感染者数か。ああ、そういや、YSPQ のチケット何枚買ったっけ。どれどれ。爆弾か！また入れちまった。一体俺は何をやっているんだ。まあいい。燃えるゴミの日にでも出そう。よーい、やん！ハムストレッチだ！ゲーム後だ。今それどころじゃない。うん？なんでこれ？ポチッとな。あ、シェッ！まずい、これワープするやつだ。もう GTR いらねえのこりゃ。もう当たーい、このドーピングやろ。リッター3キロ、リッター2キロ、温暖化が止まんねえ。リッター140キロ、エコが止まんねえ。だが1位を避けたい。逆噴射はこれか。お、逆噴射だったか。止まれ、1位野郎。スピード超過や燃費違反がなかったか検査する。おい、エンプティーランプが陽性反応を示してる。嘘つけ、低燃費のハイパーインフレだったぞ。だが燃料が尽きてる。バッテリーが熱すぎて使い切る前に蒸発しちまったんだろ。マジかよ、バッテリー最低だな。なんだこの煙は。ガソリンでも湧いてんじゃないのか。誰か消火栓に電話しろ。いや、やっぱいい。バンだったらバッタだけど、なんとかなさ。ガソリンがしけてたんだろ。いや、入れる場所間違えただけだよ。何？一体どこに入れた。まさかエンジンルームにぶっかけたのか。おい、待てよ。気筒に直接流し込んだ。おいおい、図星かよ。よくぶっ壊れなかったな。ふんわりアクセルしてたから。聞いたことあるか。 F1 大学首席の俺でも知らねえこと知ってやがる。みんな急いでググれ。次はふんわりアクセルだ。今月の給料で買ったガレージだ。初めて入る。嘘だろ、もう誰かが使ってやがる。なんだと。あ、これ何。ああ、これか。車だ。見りゃわかる。ツーシーター見りゃわかる。ロングノーズ見りゃわかる。イタリア車に興味はない。日本車は。そりゃもう愛してるさ。イスズ、ミウラ、イオタ、わな響きが良き。ミウラってどんな車。あ、名前しか知らん。じゃあメーカーは。ミウラ牧場。あれが親父だよ。ニュールの24時間耐久レースはいつも1位だった。ラジコン部門でな。親父はオートマ車の実技試験当日、ライバル車を差し置いて愛車のプリウスでロケットスタートを切った。当時日本の教習所ではロケットスタートやニトロの扱いを教えるところはまだなかった。実技試験は街中で行われ、練習中と書かれたプリウスがケンブロック並みのドリフトで交差点を曲がるはずだった。だが親父が免許を持って帰ってくることはなかった。バックにギア入れたままロケットスタートしちまったからな。
それやべえやつじゃん。大阪のおばちゃんみたいな格好したおばちゃんたちが車よりも目立てないか心配でした。サイドミラーで常にライバルたちとの偏差値を把握しておけ。ブブ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 、ほらもっとアクセル吹かせやね。英語を攻略したいって気持ちをもっと俺に直封しろ。当たりが出れば充電開始、大当たりなら即充電完了。おっとハズレです。二度と使えなくなりました。おめでとう。いっそ配列じゃでも取り付けるか。ターボの5カ号ハイウェイじゃこっちがエコだ。あ、でも料金所のたびに止められるし、やっぱエコじゃなかった。あいつアホだな。